べて痩せるリンゴ酢マヨネーズお伝えしていきます。この動画ではダイエット効果の高いリンゴ酢を使ったマヨネーズの痩せる効果と美味しいレシピがわかるんですよ。またこのチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますともとっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢マヨネーズを食べると痩せることができるのかというその痩せるポイント3つについてお伝えしていきます。まず1つ目ですね、腸内環境を整える材料を使っているからなんですよ。もしあなたがもう健康で綺麗に痩せたいってもう心からねもう日々願っていらっしゃるようであれば、まず何をすればよいのかと言いますと、腸内環境を整えることがもう先決なんですよ。なぜかというと、いくらあなたが食事制限を頑張っていたとしても、きつい運動を頑張っていたとしても、この腸内環境が悪いままですと、もう全てが水の泡になります。たとえその一瞬、まあ、一時期ですね、痩せることができたとしても、必ずその先にはリバウンドが待っています。それくらいやはり腸内環境が整っていないと、そもそも本質的にこう痩せ体質になっていらっしゃらないからダメなんですよということなんですよね。ですからあなたに無駄なことをしていただきたくないので、とにかく健康で綺麗に痩せるためにはこの腸内環境を整えることが大前提なわけです。そのためにどんなことをしたらよいのかと言いますと、私がこのチャンネルを通じてお伝えしておりますこの腸活ですよね。腸に良いこと、良い食べ物、その良い習慣というのを私もどんどん別動画でもお伝えしておりますから、この動画をご覧いただいた後に別動画もぜひご参考にしてみてくださいね。そうすることであなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がですね、まず種類が増えます。そして餌を与えてあげることで元気に育つ、またすぐにいなくならずにいつまでもあなたの腸にこう住み着いてくれる、もう本当にまあ、同居人と言いますかね。でも本当そうなんですよ。私たちは細菌と共に暮らしているんですよね。細菌がいてくれるからこそ生きてるわけです。ですからその細菌たちとやっぱり仲良くならないといけないわけですよね。喧嘩してたらダメなわけです。逆にデブ菌と呼ばれるその悪玉菌を増やしてしまわれると、もう何をやったとしても太ってしまうんですよね。なぜかというと、その悪玉菌たちが太る食べ物がね餌なんですよ。ですからあなたがなんでこんなにいけないって分かってるのに、こんなに太るものが食べたくなるんだろうって悩んでいらっしゃったとしたら、あなたがお悪いのではなくって、あなたの腸内にいる悪玉菌が悪いわけです。ですからいかにこの善玉菌を増やして悪玉菌を減らしてバランスよく整えていくかということが、あなたが今後ダイエットが成功することができるのかできないのか、その分かれ道になりますから、ここ大前提として押さえておいていただきたいと思います。そしてでは2番目ですね、無添加だからです。残念ながら市販のマヨネーズと言いますのはもう添加物がたっぷりです。もちろんそうですよね。あんなに長期的に持つわけですから、日持ちがするイコール添加物が入っていないと持たないわけです。なので売るためには入れないといけないわけですよね。もうそれはもう仕方がないところはありますが、だからといってそればっかり買って食べていてしまっては、腸内環境のですねその悪玉菌が増えてしまいます。なので今回お伝えするのは手作りの無添加のマヨネーズですから、安心して召し上がっていただくことができます。で最後3つ目、良質のタンパク質を摂ることができるからなんですよね。ダイエットを成功させるためには腸内環境を整えることと同じぐらい、このタンパク質がどれだけ摂れているかにかかってますよ。ついついですね、ダイエットというとお野菜ばっかりとか、こう丸々ばっかりみたいなね、ばっか食べっていうよくあると思うんですけれども、これだけ飲めばとか、これだけ食べれば痩せるということではないんですよね。バランスが大事なんです。ですから私もこの腸活の動画を通じて、もういろんなメニューをお伝えしてるんですよね。よくコメントいただきます、 LINE の方とか。先生っていろいろ痩せるドリンクを教えてくださってますけど、どれが一番痩せて効果がありますかってね、
っしゃる方がねとても多いんですよね。でその気持ちすごくねよくわかるんですよ。だってやっぱり結果を早く出したいですよね。ですごくわかります。ただこれさえ飲めばまずはいいっていうのはねないです。なぜかというといろんなものをバランスよく取るからこそ一番痩せるんですよね。なぜかというといろんな食材を取ることでこの腸内環境のその細菌たちの種類を増やすことができるんですよ。ですが偏った食べ物ばっかり飲み物ばっかりという方は細菌の種類が少ないんですよね。ですからそれではいけないので私はもうありとあらゆる角度からもうこれは腸内環境に良いというものを選んで全て選んだ結果あなたにお伝えしておりますからどれもこれもいいんですよ。あなたに合えば一番いい、これが美味しいからできそうとかね、あこれだったら簡単で長続きできそうとかもそんな理由で全然 OK なんですよ。大事なのは続けることです。ですからこのタンパク質のお話に戻りますけれども、やはりその腸内環境を整えるプラスこのタンパク質が取れているかどうかでダイエットを成功させることができるかどうかが決まってしまうんですよね。なぜかというと腸臓器を作っているその元はタンパク質だからなんです。タンパク質が不足してしまわれますとそもそも臓器がそのうまく使うことがというか活動がねできないということにもなりますし、また栄養バランスが取れない結果消化吸収ができなくなってしまってホルモンバランスがね崩れていくんですよね。そうするとすごく良くないことが起こるんですよ。それは何かと言いますと、もしあなたが心当たりあるとしたらそうなっている可能性があるので注意していきましょうね。まずは甘いものがやめられない、止まらない、これはですねタンパク質不足の可能性が大なんですよね。でまたその味覚がおかしくなってしまって、まあ、中毒性、まあ、中毒化されている方もそうですしね、その体重を設定するそのホルモンもうまくここで作ってもらえないとなったとしたら困るわけですよね。その元々の材料がやっぱり全てタンパク質です。そしてお肉、お魚、大豆製品、卵などなどこういったタンパク質食品といいますのが脂肪を燃焼させる効果が高いビタミンがもうギューって一番詰まってるんですよね。お野菜じゃないんですよ、タンパク質なんです。ですからお野菜葉っぱばっかり食べていてもなかなか痩せないなっていうのはそこなんですよね。ですからお野菜も必要、でもタンパク質も同じぐらい必要、そう、そして結果腸内環境を整えてあげることが必要なんですよ。では2つ目の項目に移っていきましょう。何をということで今回お伝えしますのはダイエット効果の高いリンゴ酢を使ったマヨネーズなんですけれども、そのマヨネーズを作るための材料が持つそれぞれのダイエット効果をさらに深掘りしてお伝えしていきたいと思います。まずリンゴ酢を使います。このリンゴ酢が持つ酢酸の働きでまずあなたの腸の動きがもう抜群によくなるんですよね。もうぐるぐるとよく動いてくれるのをご実感される方も多いんです。そうすることで腸内環境が整って痩せ体質へと生まれ変わることができるということになるんですよね。また血糖値の急上昇をなんと抑えてくれる効果が高いんですよね。もう太るもとは一番は糖質です。その糖質を取った時に一気に血糖値がこうバーッとね急上昇してしまうんですが、その間に一番脂肪を溜め込むですよね。そこを抑えてくれるわけですから、もうこれは味方につけた方がいいですよということ。そしてカリウムが豊富ですから、なんとむくみの改善にも効果があります。だってせっかくね体重が落ちたのに見た目がむくんでて変わらなかったら悲しいじゃないですか。やはり見た目もキュッとね小顔になっていただいてすっきりしたいですよね。そのためにやっぱりむくみ改善も必要です。そして脂肪を特に内臓脂肪です。内臓脂肪を燃やす力が高いんですよね。結果代謝が上がって脂肪がつきにくくなる体になれる、そして満腹感も得られやすいんですよね。ということは食欲を抑えることができるという効果もこのリンゴ酢にはあるんです。そしてマヨネーズといえば卵ですよね。今回は卵黄を使います。で卵はまあ黄身と白身があるわけなんですけれども、やはり比べますと卵黄の方が卵白よりも栄養価は高いんです。まあ、それぞれ良いところ
と、まあ、マイナスなところ、まあ、足りないと言いますかあるんですけども、まあ、栄養価だけ見ると卵黄の方が高いんですよね。で卵そのものが完全栄養食品と言われるほど、もう本当に素晴らしい栄養が豊富な食材になってきます。そして必須アミノ酸と呼ばれるその必ず取りましょうと言われるそのアミノ酸の、まあ、全部の種類が実は取れてしまうという優れた食材が卵なんですよね。これすごいですね。何十種類もあるんですよ。それが全てこの卵黄を取って卵を取ることで取れちゃうわけですから、もう絶対食べた方がいいですよね。そして新陳代謝を促進する力もありますから、どんどん代謝が上がることでカロリーを取ってもその燃やす力がアップするわけですから、もうこれは嬉しい効果ですよね。そして普通、まあ、市販のマヨネーズと言いますのは、まあ、サラダ油などが使われているケースが多いんですけれど もうこれは NG です。もう太ってしまいますよね。サラダ油でしたらやはりあのトランス脂肪酸が多く含まれている可能性が大の油ですので、トランス脂肪酸というのは別名食べるプラスチックなんて呼ばれるぐらい、もう非常にお体に良くない、もう太ってしまう道まっしぐらっていうねものになりますから、もうぜひサラダ油はマヨネーズに入っている場合もそうですし、日頃のお食事としてもサラダ油は使わない方が良いです。ということで腸活イコールその痩せるために必要なオイルというのはいろいろあるんですけれども、今回おすすめのオイルはこちらです。オリーブオイルになります。で私は今回エキストラバージンオリーブオイルを使っておりますので、結構あのオリーブの香りが強くて少し苦みがあるオイルになっているんですけども、まあ、これがまたですね私好きなんですよね。ちょっと苦みがあって大人のマヨネーズみたいなね、そんな味がしますから、あなたもぜひ作ってみていただきたいと思います。でまずこのオリーブオイルが素晴らしいのは、もう腸内環境をすごく改善してくれる効果があるんですよね。もうとにかく便秘の改善に大活躍してくれるオイルになります。でまた痩せ菌、まあ、イコール善玉菌をそこで増やすことで、あなたは痩せ体質になることができるオイルになるんですよ。では3つ目の項目にいきましょう。どのようにということで、今回は腸活マヨネーズです。まあ、リンゴ酢を使ったマヨネーズになるんですけれども、まずは材料をお伝えしていきますね。卵黄1個、純リンゴ酢大さじ1、塩コショウお好みで適量、オリーブオイル 180ml、 あともしお持ちであればハンドミキサーがあると簡単に素早くできますのでおすすめです。でここで材料を選ぶポイントになるんですけれども、まず卵黄、まあ、卵もあの良いその良い餌を与えた鶏さんの卵とかですね、まあ、要するにその餌にもこだわっているような良質の卵を選んでいただくと安心ですし美味しいですよね。そして純リンゴ酢を選んでください。リンゴ酢といってももうさまざまなリンゴ酢があの売られているんですよね。これはですねやはり人工甘味料であったり香料であったり、いろんな、まあ、お砂糖とかですね、こう余計な添加物がいっぱい入っているものが多いんですよね。そういったものを選んでしまっては腸内環境が乱れてしまって太ってしまいますからNG なんですね。じゃあどうすればよいのかということで、まずはお手元に取っていただきましたら裏の原材料名をチェックしてください。そこにたった一つの材料でできているものがおすすめ。できれば無農薬有機栽培のリンゴ果汁国産 100% みたいなね、そういったのがおすすめです。せめて国産のリンゴ果汁 100% と明記されていますリンゴ酢であれば丸になりますから、ぜひチェックしてくださいね。そして塩コショウもよくですね、化学調味料が入っている塩コショウがあるんですよね。もうこれも NG です。原材料名にちゃんと化学調味料ってね書いてないんですよ。でなんで書いてあるかと言いますと、調味料かっこアミノ酸などとこう書いてあるものが実は化学調味料になりますから、このようなものを取ってしまうと腸内環境を乱してしまって太ってしまいますから、そこも気をつけてくださいね。私も無添加の塩コショウを使っています。あとオリーブオイルもできればちゃんとあの遮光性のその光がシャットアウトされるような瓶詰めの良いものを選んでください。
JAS ジャスマークが載ってあるようなバージンエキストラバージンオリーブオイルというその有機栽培のものとかね、一番おすすめです。でこちらもオリーブオイルの種類によってはかなりあのマヨネーズの香りが変わってまいりますので、今回私が使ったのはもう本当にあの結構濃ゆいですね、エキストラバージンオリーブオイルだったので、その味も結構苦みが出てて結構大人な味なんですよね。なのであの温野菜につけて食べたりとか、実はおすすめの使い方がありまして、この腸活マヨネーズをその調味料として、まあ、油としてですね、フライパンに引いていただいて野菜炒めしたりとか、あと卵焼きとかスクランブルエッグとかそういったのでこうバーッと炒めますと、もうコクが出てめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ試してみてくださいね。では作り方に入りますけれども、まあ、以上の材料をね、もうとにかく泡立てて、まあ、混ぜていくだけなんですが、今回私があの実演交えて動画を別に撮っておりますので、まずはそちらの動画をご覧ください。さあいかがだったでしょうか。今回は動画の撮影上、私はこの手でですね、泡立て器でも一生懸命泡立てたわけですよね。もうかなり筋トレできまして、あの腕もね細くなったかなと思うんですけれども、それはそれでありですよね。もう運動と思って作ったらいいんですよ。ただ時間がないとかですね、ちょっと今腕を痛めてるとか、そういったあなたでしたら無理せずに、もしお持ちであればハンドミキサーを使われた方がもちろん早いです。まあ、あの手動だとですね、もうかなりちょっとお時間はかかるんですけれども、ただそのだんだんこうマヨネーズっぽくなっていく様が面白いのと、あの筋トレにもなりますから、まあ、一石二鳥かなと思って私は今回手で作ってみました。もちろんハンドミキサーでも味は一緒だと思いますので、どちらでも良いですから、ぜひ早速作ってみていただければと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いリンゴ酢を使った手作りマヨネーズをお伝えしました。もちろんそのままサラダやお野菜などに使っていただくのも美味しいんですけれども、私は炒め物に使っていただいてもすごくコクが出ておすすめなので、ぜひどちらも試してみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。